ササクサクにに焼き上げたタルト生地に濃厚なカスタードクリームをたっぷりとのせてその上にツヤツヤとした真っ赤ないちごをぎっしりと敷き詰めていきます仕上げにツヤ出しのナパージュを塗って粉砂糖をふりかければいちごタルトの完成ですうん 食べた瞬間にイチゴの香りが口いっぱいに広がります。そしてこの程よい甘さのカスタードとみずみずしいイチゴが本当によく合います。おいしいです。与那子市内の洋食店。デザートには大きなタルトを毎日作っていますが、中でもいちごタルトは不動の一番人気です。 全部あの手作りで一から作ってまして、やっぱりあのいちごのタルトなので、いちごたっぷりやった方がみんな嬉しいと思うので、ぎっしりできるだけたくさんいちごを詰めようと努力してますしかし、このいちごに今、異変が。訪ねたののは米子市内のいちご農園、うん、甘くてトッ とてもジューシーシですこの農園では鳥取県のオリジナル品種、とっておきなどを育てていますが、今年はある困った出来事が大雪など、寒波の影響でいちごの生育が遅れていることに加え、 日照不足もあって、いちごの色づきが悪くなるなど、栽培に苦労していいいると言いますその結果12月の後半から1月ぐらいから開園ができたらなというところで育てていたんですけれども、あのそれが今、ようやく開園できそうだなっていう感じになってきていちご狩りのスタートは、例年と比べ、およそ2ヶ月も遅れることになりました。 3月初旬にようやくオープンできる見込みですが、従来は30日前から予約を受け付けているところ、当面はいちごの生育状況を見ながら、随時予約を受け付けることにしています。しっかりとあのここから挽回をして、えー、お客さんに喜んでもらえたらなという,ふうに思います。ちご狩りは5月末頃まで行う予定で、これからの行楽シーズンに巻き返しを図ります。